はいどうもバシです。本日ねアップデートが入ったということで新モード今回はやっていきたいと思います。先ほど新しい車爆走サタンルナーというね新しい車の紹介もあげましたので、まだ見てない方はそちらの動画もご覧ください。で今回は新モードですよ。決勝11人ということで、ワールドカップに合わせた新モードですね。サッカー場がありますからね、サッカーフェス、早く激しく、ちょっといやらしいですね。さあ遊び方の説明、シングルでもマルチでも参加できます。新マップのみとなります。プレイヤーは8チームに分けられ1チーム11人ですと。で同じチームにいるメンバーは同じユニフォームを着ます。航路は4つあります。1つにつき2チームいます。補給箱、中身も豊か。1つ目は4つ。何これすごい分かりづらいな。まあいっぱいケアパケをしていくんですね。で各種武器乗り物などは通常通り出現。プラスサッカーフェスのテーマスキン、銃器またはサッカーボムも見つけられます。サッカーボムってなんだろうね、面白そうだね。じゃあこれを頑張って探していきましょうか。さあサッカーボムドンカツを目指して頑張っていきたいと思います。おーすげえ、サッカーユニフォーム着てスタートした。しかもなんか、しかもコースにサッカーボール落ちてる。おー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 、成人男性の規制。サッカーこれ蹴れんの？あ、すげえ蹴れる蹴れる。すげえ、相手のゴールにシュー！相手のゴールにシュー！超エキサイティング！荒野行動！すげえ、ドリブルできるドリブルできる。ゴールはここだ！楽しい！何これ、意味わかんねえこのモード。何が面白いんだろうこれ。何が面白いんだろうってやべえな。今のセリフはちょっとカットしておきましょう、怒られそうだ。何が面白いんですかねこれね。ヘディングだ。ただのボールは友達っていうよりも友達がいないただの気違いにしか見えないんだが、大丈夫かこの絵面、大丈夫なんですかね。弾集めとこう、新入部員なんで弾集めときます。部長、あのすいません、あの残り一人で動かないんですけど、これどういうことですか、これ始まるんですか。ボールは友達、ボールは友達だよ、大事にしなきゃね。おお、なんだこれすげえ、新モード。え、俺一人で始まった？終わり？え？誰もいない？生存0秒、リタイア0秒。え？嘘でしょ？ PC 版どうなってんの？ PC 版先行アップデートだからさ、今 PC の人としかできない新モードなんだけど、え？日本でやってんの俺だけ？残り1っていう状態のまま進んだと思ったら、え、それは、え、ちょっと動画化できなくなるから困る。え、これは、なんすかこれ、荒野行動は終わりました？あれ？あれ？あれ？俺、裁判が負けた世界線に飛ばされた？あれ？おかしいな。ベータ世界線に行ったのかな？あれ？これ、日本で一番人気なゲームですよね、今。iPhone のセールスランキング、先週末1位だったの皆さん知ってます？あのポルシェの課金のせいで日本で一番課金されたゲーム荒野行動だったんですよ先週。なのに なぜ誰もいないの。やっぱりこれ平日の朝だからなの。平日の朝でも学校休んで荒野行動やれよ。また俺が一人。これは背番号ではなく、お前一人しかおらんのやでっていう意味なんだろうか。中国版に行きますか。しょうがない、サーバーを変えましょう。これはきっと日本だから人がいないだけなんだ。ボールが友達なんでかって、誰も一緒に遊んでくれる友達がいないからそうせざるを得なかったんだ。あ、来た、誰か来たぞ、誰か来た。お、いるじゃないか。ちょっと喋り変えてみよう。イエーイ、ボールは友達。ヘイメン、ヘイメン、イエーイ、ボールも君も友達、友達、朝立ち、イエーイ、やったぜ、友達ができた。これで遊べるぞ。じゃあさ、パスしてよ、パス。こっちパスして。Please, pass me, yeah. 下手くそ。Please, pass, pass. Hey, man. いいぞ。フリーキックみたいになってる。ありがとう！行くぞ。シューほらほら、助走つけた方が飛ぶよ。すごい。敵国の人と仲良くしてる。やっぱワールドカップはね、スポーツの祭典ですから、みんな仲いいんやね。
ただしっかり真正面で捉えないとね。次キーパーがいる、キーパーがいる、キーパーがいる。ゴール。サムネの撮影しよう。あ、いや蹴んなお前。バカ。今サムネの撮影してたでしょ。始まった。嘘、二人で始まんの？マジ闇不景な。何これ。すごい、ルートが4本ある。敵チームはどこに行ったんだ。1対 1？ これ最後サッカー場に集まればいいのかな。じゃサッカー場頑張って向かおう。じゃこの辺に降りてちょっとサッカー場向かっていきますね。すごいなこのモード。1v1。 さあサッカー選手が華麗にフィールドに舞い降ります。お、何これ、サッカーボム。早速新アイテムゲットした。ちょっと使ってみたい。待って待って、これサムネの撮影に新アイテムサッカーボムゲット。ちょっと使ってみようか。どうなんだ。え、10秒長くね。10秒ってまあまあ持ち時間長いな。投げます。え、キックすんの。え、すげえ跳ねた。え、爆発怖い。どんぐらい爆発すんの。うおー、まあまあ不謹慎。サッカーボールを爆発なんて。え、え、お前絶対もう一人のやつお前サッカーボムで自爆しただろ。ふざけんなよお前。撮影できないんですけど、ちょっとヒーラー姫叩き起こしますわ。電話かけよう。もしもし、どうしたんすか。アップデート来たのさ。荒野行動の撮影しよう。ダメです。俺もう出かけるところまで来ちゃったんすから。ああね、何のアップで来たんすか今日。新しい車追加されたと、サッカーっていう新モードが追加されたんすよ。車追加されたよ。あの今、はい、日本で俺ともう一人しかやってなくてマッチングしないんですよ、まともにサッカー。夜やんないとダメっすね。ありがとうございます。はい、失礼します。シャッス。マジかよ、なんでヒーラー君に出かけんだやつ。ポケモン GO の撮影とかふざけるな。さあ気を取り直して第3試合やっていきたいと思います。今のところ2連ドンカツですからね。サッカーボールめっちゃ落ちてんな。すごいすごいすごい、めっちゃサッカーボール落ちてる。5個。すげえ、サッカーボールまみれだ。すげえ、サッカーボールマジ落ちすぎ。え、こんなに落ちてんだ。すごい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 、ほとんどサッカーボールしか落ちてない。しかも武器の迷彩も全部サッカー仕様になってる。すごいなこの新モード。かっこいいかっこいい。スカーもそうだ。すごいすごい。荒野行動はサッカーを盛り上げようとしている。みんなも見よう、ワールドカップ。すごい新アイテムまみれ。これ早くサッカー場向かいたいな。これ、あ、すげえ、なんかパケの位置が分かるようになってる。ちょっと見に行こう見に行こう。どうなってんのどうなってんの。落下予想、来た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 。すげえ、パケが落ちる場所予告するようになったんだ。レベ3アーマー、 AWM まで。すげえ、サッカーグッズ全部入ってんじゃん。なにこれ。面白い。必ず AWM 入ってんのかな。だとしたら超やばいよね。ちょ、もう一個見に行こうか。ちょ、ここまで行くか。必ず AWM とかなんかサムネにすげえ使えそうだからな。再生数の香りがするぞ。いい匂いや。また下品なこと言って怒られるぞこれ。さあ2個目のケアパッケージが見えてまいりました。 AWM もしかして確定脇なのでしょうか。さっきみたいにいっぱい武器入ってて中身確定の可能性がある気がする。お邪魔します。 AWM はある、ある。あ、でも確定じゃなさそう。中ちょっと違くなってる。すげえ、 AWM 二刀流できるよこれなら。しないけど。しないよ、81式の方が安定するもん、二刀流なら。これさ、最終エリアサッカー場じゃねえ多分。強制的にサッカー場最終アンチありそう。さあ来たぞサッカー場。なんか違うところはあるか。え、なんか変わってるかな、わかんない。さあ来い。さあどっからでもかかってこい。俺の準備はできている。さあやはりアンチはサッカー場。来るがいい。来た来たぞ。いたいたいた、降りた。ギリスーツを着ていたな。うわ、残り 20m。 え、ピッチの真ん中行かなきゃいけないの。これはウキウキ回復バトルしてピッチ行った方がいいのか。これ行かない方が良さそうだな。これ絶対最後にピッチ行ったやつ蜂の巣にしたが有利でしょ。痛い痛い痛い。
あぶな、あぶ、あぶねー、勝てたやりました。ということで、なんとサッカーモード3連ドンカツということで、どうですか、多分日本最速で3連ドンカツしたんじゃないかなと思いますね。まあ人口が3人しかいないゲームなんですけどね。ということで、今回は新モード決勝11人、これなんていうんですかね、ウイニングイレブンとでも言いましょうか、なんていうんですかね、決勝11人ウイニングイレブンモード、実況させていただきました。PC 版はですね、まだまあ今日追加されたばっかで、アップデートの告知もね、公式とかからなかったんで、多分気づいてない方が多いのかと思われます。プラスまあね、平日の朝ということで、まあしょうがないのかなというふうには思うんですけれども、生放送でやらないとちょっとマッチングやばそうなんで、まあ次回は生放送中とかにやれればなと思います。ということで、こんな感じでですね、まあ、アップデートの最新情報、新モードとか毎回動画化してますので、もしよろしければチャンネル登録いただけると嬉しいです。以上です。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。え、グリッチじゃないですかそれ絶対グリッチだよなおい、今さらされてるぞ日本で木に頭ぶっ刺しとくとヘッショ食らわなくなりますよ。あ、ね、頭がない、ヘッショ食らわない裏技。さあ行くぞ、奇跡を起こす、奇跡を起こす、いけるいける、やったー。チャンネル登録、コメント、高評価いただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。毎日7時にアップしております。ぜひともまた見てください。バイバイ。